そういうわけで今映像流れてる通りですけど、わざと流して。さあ、私の、赤十字国際委員会、日本赤十字社、血液が出て、本当に蚊と女刺される説、本当は嘘でしょ。お前ら、いい加減なあんなフェイクニュース流すぞ。そうね、日本赤十字社含むの、赤十字国際、公的女性打ち切りとは公約掲げるぞ。もし邪魔するんやったらね、日本医師会も解体するぞ。テロス事務総長、この前と、この件で WHO が脱退も検討せざるを得ない。あ、もう脱退検討しようかと思ってます。トランプさんと、コロナとか事情はこうなって、以前からの問題です。あ、日本は医療と福祉のタブーが多すぎる。さあ、そういうこと。また、急な、長万連中の役所の役官僚たちが態度で分かった戸籍とも無急に書き始め、勝手に。さあ、苦情の電話でも言っても無理。そういうわけで、滋賀県全域、関しては私は首相になったら速攻攻撃命令します。1週間以内に攻撃すること、検討せざるを得ない。もう戦争で解決。役に立たじゃなくて、戦争で解決です。さあ、大丈夫か、俺を無理やり入院させて通報す。水着のあれです。日本政府公認のテロリストです。そう、最初から自民党公明と、お墨付きのディープステートの親分です。こいつがテロをやってたんです。さあ、日本政府公認のテロリストです。それと福島清美も、木本の吉田もね。ああ、吉田俊介も、所詮は日本政府公認のテロリスト。だから文句言えなかったん、誰も。さあ、日本政府公認のテロリスト。さあ、逆らったら殺すって、世界中脅してんな、俺を。無理、こいつらの命は俺が牛耳った。ああ、もう戦争で解決。ひしこいてこいつら離れさせ。さあ、そういうわけで、木の元は全面。爆撃する方針、砲撃もする、紫外線もやる方針、もう虐殺しても OK です。こんな奴ら生きる価値もない、邪魔、闇に葬るじゃなくて邪魔、邪魔だって聞く必要はない、もう聞く必要はない、そういうこと、そういうことです。もうこれで対処しようと決めた。さあ、どの道に、たとえ各国が俺に対して避難決議を国連で安保、無理、アメリカは拒否権発動するんや、どの道に、イスラエル同盟に関しては拒否権発動する構えを見せてるんや。そう、そういうこと。だからアメリカもあんまり文句や。でも今度は違います。私は速攻文京区港区および滋賀県全域総攻撃しても OK です。構いません。舞鶴もな、その名古屋港もな、神戸港も使って、そう、臨時の軍港を投下して、そう、砲撃、まあ、ミサイル攻撃の拠点として使って結構です。もう、OK です。構いません。はい、海上自衛隊も、航空自衛隊も、陸上自衛隊も全面協力させます。もちろん、以前のように他国の住民を虐殺する、そんなことはない。要は、この国、日本国内にいるテロリスト、芸能人のも全滅させる。全面戦争や。不正テロをやめる気もなかった。サイバーテロをやる気はない。というわけで、特に水木は、お前は逮捕どころか銃殺や、その前銃殺や、覚悟しろ、キムレコード、お前らもや。ただで済むともね、この東京都23区、爆撃対象にするぞ。首相になったら、容赦しないぞ。今の永田町も爆撃するぞ、本当に。冗談でなく、本当にやるぞ。笑ってごまかすな。相手ライブとか、イベントしてるわけ。今、音楽番組とかあんのに、やってるわけだ。残念ながらこれも強制中止するからな。従わなければな。フジテレビもな、TBS 本社爆撃する。当たり前やん。関西テレビの本社爆撃する。当然やん。テロリストおんぬん。城の金化石っていうテロ行為をやってる時点終わり。お前らのテロ行為はなぜ、全国の極右団体を全滅させる方針。こいつら一番邪魔やってん。いつも剣。背後に言うか、手がない。そういうことは日本政府公認のテロリストかしてもだよ。そういうことは、日本政府公認のテロリストね。そういうことや。さあ、こいつは俺の情報ばっかり暴露して、じゃあなんで滋賀県に水木とか、そういう名前のつくものは多いんだよ。それがおかしいと思ってんさ。あそこはクライスアクターズテロリスト養成工場、スウェットショップです。さあ、急ながまも知ってて、合併したやん。そういうことは。藤井、この前行くとね、長町動画、滋賀県、戦争になるんだぞ。内戦、日本全土が内戦になるんだぞ。
ああ、本気で検討します。マジでやろうかて。さあ、アメリカ軍と一緒にさあ、やろうかて。本当の友達の作戦やろうかて、と。ねえ、その全面戦争しようかと思ってる。ちょっと痛い目に遭うとわからん。いっぺんお前らで銃口浴びてこい。足と腕だけ狙って、それだけ終わりや。お前なんて死なせる価値もない。軍法会議で裁いてやるわ、先人。東京裁判の再審法廷裁いてやるわ。お前らのせいで第二次世界大戦も起きた。明治テロも起きた。お前らのせいで今の日本になった。広本の吉田、お前らも最初からテロリストの末路を知ってるぞ。わざと上田慎一郎とか上鈴木伸を送ってバカにする映画作ってたんか。何さんつもりや。おいとけ。偉そうに相手テレビに出てるけど、お前らにはテロリストは邪魔やん。消えろ。最初から文京区とみんな共謀してたの知ってるぞ。日本政府公認のテロリストだって白状したいよな。もう無理。そういうことで、日本政府公認のテロリストのことはだからアメリカ政府に責任取ってもらうで。それで私はあんなん一番ポリマスで、そうアメリカ軍全面出動要請すればそれでいいでしょ。山崎将軍たち、そうこんなやつは邪魔。そう515事件225事件恨んでたの知ってるで。そうああいうことは恨んでたの知ってるで。そう今と同じように日本の、ね、政治民衆側の政治年齢低い証明したいんです。そうああ軍人さんって賛美されるからね、そう一緒に協力してさ革命起こしてくれって期待してたよ。そうでも起こらなかった。そう全然なかったし、知ってますか、あんなにね少数精鋭で占領してはよく戦えたもんね。そういうこと、今度はこれを再現しようかで、全土で本当にやろうか。要は足と腕を狙えばいいんや。昔のように頭とか心臓胸を貫通するような、そんなんじゃないと。ああ足と腕を狙え、こいつ一遍傷ついた状態で連行するわ。ああ東京裁判最新法廷裁いたるわ。そうもういうこと、もうこいつらを裁いたるわ、公の場で。こいつらね世界中にねそう賄賂渡してるからね。そう広本吉田も旧長浜も川島も、ね、日本の芸能事務所と共謀してたの。そう最初からね日本政府このテロリストだから偉そうな態度を取ってたん。そう旧長浜なんで俺がなんでな昨日とお前合敗で、そう俺の知的財産権狙ってやってね、これまあもともと急なの赤字やってん、そう破産状態やってん、そう破産状態、税金高いって分かった。それとな滋賀県所得高いです、東京と大阪について、そう所得高い地域だって分かる。2位でした。そうそれなら最低賃金低い、そうちょっと引き上げればいいです。そう1000円以上にね。東京都に関しては今1029円やけど、もう私はもう2000円でいいと思うわ。もう2000円でいいと思います、東京。ね、このね、経済状況。多分もうね、もうこの人たちはドケチだよ。その政府から通知がないと何もできないっていうことは。年俸もね、あの、ボーナスもね、支給自粛、見よ、しなかったよな、これ、ね。それでも上がる通り、47都県知事、反省しろ、終わってるな、お前たち。なんだあの偉そうに600万とか1000万もらって、あ苦しんでる時に何増税ばっかりや、ふざけるの体験しろ。卵は全国知事会もう虐殺するぞ。515事件226事件の招くぞ、私が首相になったら速攻やるぞ。自民党と公明党は全員逮捕する。ちょっとテロをやってたんだな。東京裁判の最新法廷裁こうかと思ってます。ああ極東国際軍事裁判の最新法廷やろうかで、これで芸能人のもう裁こうかと。テロをやった容疑でな、不正選挙とね民主を弾圧の容疑で、テロの容疑で弾容疑で、そうそう裁こうかで。水際問答弁はもうきっことはない。こんなテロリストは用済み、消えろ消えろ。いくらあんな芸能人は偉そうだって人気が高いよ、あんなテロリストかわうやつは頭おかしいと思わない。お前らが病気だ、そんなやつはいらん。S 字のアネットガイン数千万いるけど、お前ら極右団体いる、虐殺の対象にするぞ。全面戦争やぞ、笑い声ない戦争やん。お前らのせいでお前ら不正選挙したの事実だ。お前らのせいで今日本めちゃくちゃになってるんだ。お前らも自民党公明党支持者やろ、どういうの知ってるぞ。日本政府公認テロリストもの虐殺してるからな、取り消す。発覚したら速攻の文京区港区滋賀県全域全面戦争を仕掛けるからな。自衛隊の総力を結集して、
全面戦争を仕掛けるからな、もう容赦しない。国外逃亡したらもう港湾施設もあんの、飛行機も撃墜するから覚えとけ。逃げたら容赦せんぞ。滋賀県の領空上空も全面封鎖するからな、全面封鎖するからな、全部の空港も封鎖するからな、容赦しないからな。コロナ以上のパンデミック、これいや、もうコロナぜ、もう戦争、もう内戦ってことや。なぜ冷戦使い始めた。そう、宣戦布告なしでも使える表現になってますよ。そう、昔の戦国時代は冷戦状態ってこと。そう、戦争状態、今のリビアのような状態とかシリアの状態で、そう、経済発展してるの。そう、これでね、リビア今ね、もう軍人さんがね、もうあちこち割烹してる。そう、この東京都23区もいずれこの町にも自衛隊員さんが割烹する時代が来るからね、警察に代わって。そう、治安維持ね、重武装で、そう、重火器持ってね、そう、軍用車両でな、ああいう薄身寄りのな、ジープに乗って、そう、軍用車両で、そう、警備する護衛し始めるからね、その時代。そういうこと、そういう時代になってきたよ。そう、まあ俺はそうすべきやね。まあそうね、そう、芸能人一番遅いのはこれや、ひしこいてな、自衛隊特使。そう、どこに言うな、声優系はアウト、もうアウトやね。ウェザースミナーの態度で切れた。そう、あいつもクビにできない。キングレコーの邪魔、テロ組織に指定する。シケムラ、確保しろ。それとモストカンパニーの立ち位置、確保しろ。新宿君も壊滅させるぞ、お前らのせいで。文京区も全面戦争、笑いなごまそうな、不正テロやってるのお前らぞ。通報テロやっといて何様つもりや。そんなに音楽うるさいんやったら自分たちで国家作れ。文京区と港区次第で国家作ればいいんや。もうお前出て行ってくれってことや、日本から。お前ら邪魔、出て行け。そうやったら許せろ。まだ出て行ってもまだテロをやるんやったら全面爆撃するぞ。我々はない戦争やん。まだテロリストの水着をかばうつもりか。セグマセブンもなよ、こんなテロリストかばってる時点で終わり。どういうことや。それじゃ滋賀県も共謀してるの知ってるぞ。どれでおかしいと思ったんや、あちこちに水着とか、なの作りようなの地名が多いと思った。こいつは日本政府購入テロリストか。弱かった。要は世界最高のテロリストってことやな、サイバーテロリストってことだよな。要は悪い魔法使い、つまりサイバーテロリストってことやな。あのプリキュアもサイバーテロリストってことやな。要はサイバーテロリストと思った。あえて正義の味方キロリで賛美してるな、みんな。あいつはなテロリストってことだ。あんなやつ虐殺してる、あんなキャラクター全滅させてる。最初からプリキュア相手に戦争仕掛けて勝っちまった。そう、勝ってしまった。核な、ね、日本防衛軍したいのね、日本連邦全軍勝ってもだ。そう、勝ってしまった。俺がうまいこと文民統制と自由裁量死刑とね基づいてやって勝ってしまった。そう、勝ってしまって、そう、圧勝してしまって、そう、通常兵器でも勝てるとは。相手は集団編長やろね。そう、自衛隊にさ勘違いするな。過去もう少数制ね、個別隊に戦える、設計されてるの、部隊が孤立し離れて戦える設計されてるの、あの軍隊ってこと知っておるよね。そう、逆に言うと私ね、もう足りなければね、もう国連軍出動検討してるよね。今のアメリカ限界があるからね、ちょっと国連、まあロシアとか中国韓国にもちょっと協力してもらうのあかんわ。オーストラリア、ニュージーランド軍、英国、カナダ軍にもちょっと協力してもらうのな。アセアン加盟軍ちょっと協力してもらうの。今ミャンマーの件で揉めてるけどね。いや、こっちはな、もうそういうことやな。もう私は北朝鮮とは外交関係充実はちょっともう和解しようってこと。台湾に関してはもう関しては条件付き、そう、蒋介石を排除しろ、国民党を排除しろって前提ですよ。こいつは邪魔しないけど、あんなに対して強硬路線取る方針から、これは俺の外交、あえて台湾より、俺は台湾よりじゃなくて距離を置くってこと、それがあんなの外交ってことです。以上です。